日本生命セパ交流戦、阪神西武、3回戦、9日、甲子園、阪神、渡辺亮内野手、29、がフライを追って一塁側カメラマン席に飛び込み、途中交代となった。3回2死1塁で西武、奥村の打球は一塁側のファウルゾーンへ。渡辺はボールを追い、勢いよく一塁側のカメラ席へ。捕球を逃し、そのまま仰向けの形で落ちる形となった。一時動けず担架が用意されたが、約3分後に立ち上がり、自分の足で歩いてベンチへ。直後に糸原と交代となった。渡辺はトレーナーに付き添われ、クラブハウスへ。そのまま病院に向かった。